佐伯ゆかりは、千葉県出身の女子陸上競技元選手である。千葉県立佐原高等学校卒業後は、ユニバーサルエンターテインメントに所属していた。身長142センチメートル、体重30.5キログラム。小柄な体格にもかかわらず、トップクラスでも、せいぜい5000メートルまでしか出場しない、高校時代から1万メートルのレースに出場するなど、 現役中は長距離走を得意としていた。高校時代は、全国的には無名だったが、実業団チームのアルゼアスリートクラブで、小出吉尾の指導を受けてから頭角を表した。2008年8月、北海道マラソンで19歳にして、初マラソンに挑戦し、同じ小出門下生の新谷みらを抑え、2時間31分50秒の記録で、いきなり女子の部で、 初優勝を果たした。翌2009年3月、東京マラソンに出走し、マラソンに連覇を目指したが、優勝した、ドアルゼ所属の夏川カ水穂に3分以上の差をつけられ、自己ベストをマークしたが2位に止まった。2009年6月、世界選手権選考レースとなる、日本選手権には1万メートルに出場し、自己ベストを大幅に更新。 B 標準記録を破って、マラソン代表の赤羽雪子に次ぐ2位に入る。この結果、同期生の小林優奈氏と共に、初の世界選手権代表に内定した。2009年8月、世界陸上ベルリン大会1万メートルに出場したが、再位の20位に終わった。それでも、先頭から2周回遅れにもかかわらず、 最後の最後まで全力で走り続けて、笑顔でゴールした姿は、スタジアム全体に大きな感動をもたらした。その後は怪我の繰り返しにより、表舞台からは遠ざかっていた。2015年3月1日開催の、三浦国際市民マラソン 10km の部で優勝を果たし、このレースを最後に、現役引退を表明。 同年3月限りで、ユニバーサルエンターテインメントを退社した。三浦国際市民マラソン、佐伯ゆかり、引退レース飾る初優勝距離不足のため、非公認記録扱い時事通信。ありがとうございます。